ハーレム -148 丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT レノックスアベニュー線の終端駅である。駅名標では開業当時の名称である148丁目、レノックスターミナル駅となっている。実はこの駅名は誤りで、実際には148丁目ではなく、149丁目と、アダム・クレイトン・パウエル・ジュニア・ブールバードの交差点にある。 三系統が終日発着するプラットホームの駅名表。旧駅名の148丁目、デノックスターミナルになっている。ハーレム -148 丁目駅の敷地や線路は、元は1904年に開設されて、現在も三系統の車両が配置されている、デノックスアベニュー車両基地の一部であった。 1910年代のデュアルコントラクツの時期に、レノックスアベニュー線の149丁目、または150丁目への延伸が計画されていた。1916年には、レノックスアベニュー線と IRT ジェロームアベニュー線を、ブロンクスクで直通させて4系統を運行する計画の一環として、149丁目までの延伸が計画された。1957年に、 より地域の役に立つ案として、レノックスアベニュー車両基地内の150丁目に、新駅を作る計画が提案された。新駅及び、ブロンクスクへの延伸は1940年代から、地元住民が求めてきたもので、バスや路面電車が信用されていなかったためである。この駅は1960年代には、レノックスアベニュー車両基地の縮小に伴い、149丁目に、 儲けることになった。新ターミナルが完成すれば、多数の分岐器があるせいで重量編成対応のために、ホームを延長することができなかった145丁目駅に、とって変わるものになるはずだった。しかし、地元住民の抗議を受けて145丁目駅の廃止は取り留めになった。結局、148丁目駅は1968年5月13日に、開業した。 1995年から2008年まで深夜の3系統の運転が行われず24時間営業は中断されていたが2008年7月27日に再開されたハーレム -148 丁目駅は IRT レノックスアベニュー線の北側終端駅であり島式ホーム一面二線を有し線路はホーム生誕の車止めで終わっている駅の先には レノックス車両基地があるが、同基地には整備施設はなく、留置線だけがある。ハーレム -148 丁目駅は、すでにあったレノックス車両基地の一部を利用することで、比較的低コストで1968年に開設された。ハーレム -148 丁目駅ができるまでは、一駅南の145丁目駅が終点であった。駅のメザニンは、駅の西端にある。 駅舎は地上にあって、アダム・クレイトン・パウエル・ジュニア・ブールバードに面しており、島式ホームから二人幅の階段で上がった先のドアで、メジャニンと駅舎が区切られている。自動改札機3台とトークンブースがある。また、ハーレム -148 丁目駅の天井は高い、ため、案内表示は、太いケーブルで吊られている。駅は地下にあるが、駅舎とレノックス車両基地は地上にある。 エスプラネードガーデンズ団地が百四十七丁目から百四十九丁目にかけて広がり、百四十九丁目から百五十丁目にかけてはフレデリック・ダグラス・アカデミー高校があり、どちらも駅及び、レノックス車両基地の上のピロティに建てられている。他の地上駅と異なり、ハーレム百四十八丁目駅は、駅舎からプラットホームまでの間に階段しかないため、障害を持つ、 アメリカ人法に基づく障害者対応液にはなっていない。ウィキメディアコモンズにはハーレム -148 兆名液に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。